春風亭一長は、東京都足立区出身の落語家。落語協会所属。本名、浮谷勝美。出林は、勝負欲位。東京都立科学工業高等学校卒業後1968年3月。五代目、春風亭流朝に入門。1970年4月に前座になる。前座名、朝太郎。1973年9月に、三遊亭カチ 柳屋線八と共に二つ目昇進、一丁二回命。大師匠彦六が若い頃に稽古をつけてもらっていた、三遊一丁の名をもらっている。1980年3月、弟、弟子、春風亭小朝が一丁よりも先に、新内昇進する。1982年12月に、初代古今亭、新後、七代目、三遊亭窓か公。 四代目吉原朝馬、春風亭一丁、三代目三遊亭小金場、柳屋線八、六代目古今亭新橋、立川男性、立川左段次六代目立川前馬で、新内昇進。この五し昇竜朝が、脳拘束に倒れる。1984年第四回、国立演芸場花形新人大賞、1986年文化庁、 芸術祭優秀賞を受賞。1991年2月7日、史上流朝死去。2007年3月、総領で子朝之助が6代目春風亭流朝を襲名し、新内昇進する。2012年3月2番で子一之助が21人抜きの大抜擢で新内昇進する。2013年第30回、浅草芸能大賞奨励賞を受賞。 2020年3月第7次回、芸術戦勝文部科学大臣賞受賞。一朝懸命、がキャッチフレーズ。五代目春風手龍朝の総領弟子。師匠龍朝と同じく、江戸前話家である。また、NHK 大河ドラマ、龍馬伝の江戸言葉指導も行った。柳朝の師匠八代目、林家正蔵にとって、最初の孫弟子である。実際に、 最初に入門を願い出た先は、彦六の門であり、当時は、林やアトム、林や久蔵の二人が、前座のみでこれ以上は、面倒が見切れないということから、総領で支流朝に頼み、柳朝も心よく引き受けたというエピソードがある。趣味とする笛は、歌舞伎や落語での林を担当するほどの名手。妻は、歌舞伎役者、五代目、片岡一蔵の娘である。 柳谷子園児、林谷銀平、良、三遊亭子金場、林谷とんでん平、柳谷福治と共に勉強会、あやめ寄せメンバーだった。ありがとうございます。